さて続いてご紹介する企業様ですが、はい、ミシェルさん、このサッカー選手になるために必要な資格っていうのは資格は監督になる資格だとか、コーチだとかそういうのありますけど、サッカー選手になるためにはもう上から、まあ、企業だとかプロからスカウトされるしかないね。なるほど、引き抜かれる。引き抜かれる。ああ、そうですよね。じゃあ今新たに何か取りたい資格とかってあったりしますか？もう一回監督の資格に挑戦しようかなみたいな、この年になって。はい、あ、そういう新たな目標があるんですね。学校の世界に戻るかな、教員になって。ああ、なんかもういろいろ出てきましたね。じゃあその話は今度ゆっくりお伺いするとしまして、次にご紹介しますのは弁護士、税理士、そしてファイナンシャルプランナーと3つの資格を持ってお客様をサポートしていらっしゃいます、こちらの企業様です。誰しも必ず訪れる人生最後の時、残された家族にとって悲しみや喪失感と時を同じくして、相続という現実的な問題もやってくる。しかし複雑な仕組みや必要とされる知識など経験の少ない私たちにとって、その支えとなる存在は欠かすことができない。そんなプロフェッショナルな役割を弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーと3つの資格でサポートする女性がここにいる。弁護士法人、税理士法人、リーガル東京代表、小林幸代。弁護士法人、そして税理士法人として相続に関する様々な事業をサポートするリーガル東京では、お客様の悩み一つ一つをワンストップサービスで迅速に解決へと導き、ビジネスとしてだけではなく心に寄り添ったサービスを提供し続けている。今回は小林幸代をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。弁護士法人、税理士法人、リーガル東京代表の小林幸代さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。資格をたくさんお持ちで、それぞれとっても簡単にご説明していただくとどういう資格になりますか？改めてっていう話になると思うんですが、弁護士は、はい、司法試験という国家試験、まあ、日本で一番難しいと言われている、うん、試験なんですね。で、司法試験に合格いたしますと、まあ、司法研修所に入りまして、法曹資格を得ます。そうして裁判官、検事、弁護士という3つのそれぞれのコースに分かれて皆さん活動されるということです。税理士は弁護士資格を持っていることで取得できるんですね。で、弁護士になっている方、まあ、数万人いらっしゃいますけれども、合わせて税理士資格を取っている方というのは登録税理士ですね、ほんの 2-3% しかいないのではないかと思います。はい、やはり税法というとちょっと特殊な分野ですので、それに見合うやはり勉強をしませんと、司法試験自体今は税法が選択科目でございますけれども、昔私どもがしていた頃は税法はございませんでしたので、別に勉強しなければいけません。で、やはり会社も経営しておりますの で個人でも所得税申告しておりますので、まあ、その中で必要な税務の知識というのは勉強させていただきました。それから税務調査に対して私も興味がございましたので、税務調査士という民間資格があるんですね。その勉強のために税法は勉強いたしましたので、国税通則法などにつきましては、まあ、下手な税理士よりは大丈夫じゃないかなと思いますけれども。はあ、そうなんですね。弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーと3つの資格を有する小林に、その資格を持ったからこその強みを聞いてみた。リーガル東京では、まあ、私が弁護士で税理士、ファイナンシャルプランナーという資格を持っておりますし、他の勤務弁護士を税務調査士の資格とか相続アドバイザーの資格とか、
まあ、宅地建物取引士とか他の資格を複数持っているものもおります。例えば私どもが得意とする相続では、まあ、相続トラブル解決、遺言作成、家族信託、生命保険の提案、相続税申告、相続税対策、相続登記、あらゆることが対応していくということが私どもの強みということでございます。いや相続っていうのは僕はもううちの母親もねそれなりの年になったのでそこからその引き受けるっていうことがこれから始まるんですけども、そういう依頼っていうのはやっぱり増えてきてるんですか毎年毎年。そうですね、はい、年間お亡くなりになる方は百数十万人全国でおりますので相続に関わる問題というのは潜在的には多いと思います、うん、ただ弁護士にまで相談してというニーズというのは、はい、なかなか掘り起こせないでいるんじゃないかなと思うんですね。ただ私どものような弁護士としてトラブルだけではなくて、うん、対策のこととか、うん、税務の申告のこととか、うん、名義変更手続きのことあらゆることが気軽にご相談できるところというのは日本全国探してもそんなにいくつもございませんので、はい、ぜひお気軽にご相談いただければと思います、はい、初回は無料でございますので。私たちももうちょっと身近に考えてもいいのかもしれないですよね。そうだよな、改まっちゃうな、どうしたら。そうですよね。続いて現在多くの問題が生まれている遺言での相続、その起こりやすいトラブルについて小林に話を聞いた。だいたい遺言というのは高齢になって作る方が多いですよね。そういたしますと遺言作成能力、判断能力がない方が作った遺言だということで遺言無効の裁判になることがままあります。あと実証書遺言で偽造、本人が書いたものではないんだということで筆跡鑑定までするケースもよくございます。でご本人が書くものですので、方式の献血が問題となるケースもあるんですよね。名前をきちっと書いていないとか日付をきちんと書いていないとか、うん、印鑑を押し忘れるとか、うん、そういったケースで無効になってしまうケースもたまにはございます。僕はあれなんですけど遺言書ってそれは自分の方の作成でよろしいんですか、それともそういうあれはあるんですか、書類としてのものがあるんですか。いや実質証書遺言は、はいはい、メモ書きにみたいなものでも方式さえ整っていれば有効なんですけれども、やはりきちっとしてませんと、うん、本人が書いたものではないのではないかとかトラブルになりやすいんですよね。そういう点では公証人役場で作成する公正証書遺言が安心なんですけれども、高齢者の方ですと公正証書遺言の遺言作成能力がないということで無効になるケースが最近は十数件出てきていて、私どもの事務所も公正証書遺言の無効を主張して勝った裁判例もあります。どうしたらいいんだろうってことになるんで、早いうちからやっておかなきゃいけないっていうことですか。そうなんです。私はその時に皆さんに申し上げているんです、はい、遺言適齢期、遺言適齢期、はい、遺言作成には適齢期があるんです。はい、50代60代のうちに、うん、元気なうちに書かれることがベストなんですけれども、私どもは遺言の保管、うん、遺言の執行も合わせてしておりますので、将来遺言の効力が発生した時、いわゆる相続開始という時にはトラブルを最小限にするという手立てを事前にしているんですね。ですから専門のそういう私どものような弁護士兼税理士に事前に遺言の相談をするということは大変メリットがあると思っております。いや
数々扱ってらっしゃる相続の事例の中で、興味深い事例があったらお話しできる範囲で教えていただきたいんですが。はい、遺言を書いてもらったケースでもトラブルが発生するんです。遺言作成能力の問題ではなくて、遺言というのは何回でも書き換えられるんですね。それですので、ご長男の方が親御さんに自分に財産のほとんどを相続させる公正証書遺言を作ってもらったので、それで安心していたんです。そうしましたら、お嫁に行った長女の方が親を一時的に引き取った時に、自分のために違う遺言を書かせて、2つの遺言の存在でトラブルになって、裁判、最高裁まで裁判したというケースもございます。それですので、私どもは遺言作成しただけでは万全な相続対策ではないということで、家族信託との併用とか仮登記の併用とか、複数の手続きとの併用で万全にしたいというご提案をしているんですよ。今日実際リーガル東京さんで本当にありがとうございましたというお客様からのお手紙が届いているので、ちょっと一部ですがご紹介させていただきます。相続のことで私が悩んでいた時に、小林幸代弁護士を友人から紹介されました。友人が以前小林弁護士に大変お世話になり、とても信頼できる弁護士であるとのことでした。小林弁護士はじっくりと私の話を聞いて、的確に方針を示してくださいました。弁護士としての力量をはっきりと改めて思い知る出来事でした。心より感謝申し上げます。ありがとうございました、という感謝の直筆の手書きのお手紙でございます。こういうふうなお声は普段からね、きっとたくさん届くんでしょうね。はい、おかげさまで、皆さん私どもホームページなどで載せていて、皆さんそれを見てご相談に見えるんですけれども、もっと早く私どもの事務所に来て相談できればよかったと、私どもに相談していろいろアドバイスを受けて、すごく気持ちが落ち着いたという方が大勢いらっしゃって、とても嬉しく思います。人々の悩みを解決へと導き、多くの幸せを与え続ける小林幸代。そんな彼女が心に刻んだ格言とは。お客様の利益が第一、それに伴う利益、信用は結果である、ということが私どものモットーです。お客様の利益が第一、ありがとうございますみたいな形で。そうですね、今日は大切な勉強になる話、はい、ありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございました。